校でゴール蹴ってそこに混じったら友達できた、言語のこう壁を越えたサッカー好き。めっちゃドリブルうまかったわね。一瞬マジでやめかけました。今は女の子がそれみたいに落としました。今はバチバチ。お前あれはそういう前進んでるみたいな気がする。子供の頃を振り返ってみたー。言わない、言わないですね。で、まあ、今回の企画趣旨が、7月8日に吉戸京成に GOGO レッツデーという当時高生指定席全席550円の価格でチケットが販売されてるっていうことで、今日岩さんと岩さんに子供の頃をちょっと振り返ってもらおうかなっていう企画になってます。幼少期、もう幼稚園の頃、どんな性格でどんな子供でしたかっていう。俺はマジで覚えてないっす。その時は小学生の前っす。お前日本の幼稚園、日本の幼稚園ではないでしょ。もうそっから違うでしょ多分。確かに、いわゆる幼稚園じゃなくないか。そうですね。でもサッカーしてなかったんですよ。まあ、サッカー小1からなんで、小学校入る前にインター行ってて、でそこで英語をちょっと身につけて、最初に覚えた言語が英語なんで今もこう喋れるっていうのがあって、そこはもう親に感謝なんですけど、小学生から日本の学校に入りました。でも小学校1年生日本人なのに日本語そんな話せない、若干いじめというか孤独になる、友達できない、どうしよう、校庭でボール蹴ってるそこに混じったら友達できた、言語のこう壁を越えたサッカー好き、サッカーやろう。へぇ、これは割れます。いや無理じゃないよ。普通に幼稚園でおやつ食べてた。年長さんの時に3校上のお兄ちゃんが小学校でもうサッカーしてたから、それについていくっていうのがスタートだったっす。サッカーの始まりは、なるほど、端っこでお父さんとも一緒に蹴ってるのが、まあ、楽しいみたいなのが始まりですね。でもうずっと一緒についてってたんで、じゃあお前もやるかみたいな、なんか少年団の監督がいるのを見て、1年生の中に混ざってやるみたいな。まあ、リキトリの何を指揮してサッカーしてたんですか。いやその時、いやそんな賢くない。その時そんな考えてない。俺は小学年になった時に放課後で必ずみんなでサッカーするんですけど、3対11とかでやってたんですよ。で俺が3の方だったんで、あ、俺上手いんやなみたいな。その感覚分かる。それも分かった、ね、あった。うん、あると思う。今の二方はボランチですけど、小学校の時はポジションはプッシュタン、サイドハーフ。サイドハーフ、めっちゃドリブルうまかったわね。めちゃくちゃスローだもんね。いや当時はやっぱ早かった。早かった。早くもないけど、リレー選手。当時の早かった選手ですね。いやそれは早かったね。まず遅きゃな。足、いや足はどう。いやお前前進んでるみたいな時代。こっちの結構リレー戦入ったりとかありました小学校は。いや全然もうずっと遅いすると。一貫して遅いね。じゃあ一貫して遅い。早かった時ないんだ。ないんだ。そうそう。いや一番かわいそうです。それが僕サッカー以外のスポーツは何かやってました。俺は水泳、テニス、うん、ちゃんと習ってたってこと。習ってたっすね。俺は水泳すぐ入ったけどすぐやめて、それ以外やってないスポーツは。おー、水泳いいって言いますよね。幼少期からその水の中で動くってことはやってると空間認知力が結構高まるらしくて、だからこのボールのどこに落ちるとかのなんか感覚は補えるっていう嘘か否か分かんないですけど。それでまあ中学校に上がるんですけど、中体連と下部組織。俺のが全然強い。まあそうやな。今は俺の方が強いみたいに落としました。これが今です。今はバチバチ。今はバチバチ。いや、小学校、僕東京の少年団入ってて、いつも東京都の決勝はヴェルディ対僕の学年だったんですよ。小4、小5、小6ってある全国大会の全部都予選は。でも決勝で全部04とか07、08でボコボコにされたんですけど、その少年団の一応10番キャラだったんで、ずっと見てくれてて、引っ込んでくれてるみたいな。でも最初も本当に、割とその少年団の天狗だったり、自分より上手い人はあんまり知らない世界でやってきて、僕のヴェルディの代って小6で優勝して、世界大会でこのなんか8位とか結構すごい代だったんですよ。そこに入れて、違う世界に入っちゃったみたいな感じで、一瞬マジでやみかけました。もう出れないし、一緒にやれるわけないなと思って、体格もめっちゃでかいんですよ。俺めっちゃちっちゃかったんですけど、170とか。小6で、そんな2、3人いて、世界で戦ってるやつがいるんで、そんな小6から辛抱強くやっ
でって感じですね。だから中学校はあんまいいイメージないですよ、うん、耐えた耐えたでも成長できたってことでしょ、周りが猛者がいっぱいいる、まあそうです、耐えるイコール成長が、うん、その時は友達にトップしたかな、トップした、うん、ちょっとちっちゃかったし細かった、うん、前目系で早生まれだったんで、それこそあの1個下の試合とか遠征とか帰りましたりしてました、自分の代で全然構わない。経緯は、その6年生の時に前橋まで通ってたんですけど、一人で電車で行って、帰りはお父さん迎え来てくれるみたいな生活だったんで、中学校終わるタイミングで、行きも帰りも電車で通うのが条件っていうのが、親から言われて、僕は別に近くでできるから、通ってる中学校のサッカー部に入るって言って、始めたって感じです。そこではなんか、先生もサッカーを極める系の先生ではなくて、みんなで楽しむやつだよねみたいな感じだったんで、いろいろこうスキルも含めて教えてもらってたりとか、フィジカルトレーニングとか結構きついことを小学校単位でちょっとこうやってた感があったんで、エンジョイフットボールもいいなっていうのを教えてくれた人ではあるんですよ、ね、そんな感じです、環境的に。11年揃うんですか、ギリたまに野球部からだったり、そうです、ここまで来ましたねね、そう振り返るとね、ベルディにいたら目指しやすい環境ではありますよ、うん、中大連はどういうとこ、リアリティはないですよ、でもなんか言ってたいじゃないですか、サッカー選手になるっていうのかっこいいじゃないです か、 だからその言ってたいはずっと言ってました、歌ってるだけって感じでした。俺ちょっと視点違くてずるいかもしれないですけど、体格差は大きいと思うんで、もっとちゃんと飯食って好き嫌いしないでもっと寝れよかったってちょっと思ってます、うん、結構好き嫌いめっちゃしてて食わなかったしあんま寝なかったんですよ、逆にサッカーばっかりしすぎて、うん、弟2個下いるんですけどめちゃくちゃ寝てたんですよ、で好き嫌いなく同じ遺伝子なのに弟180ぐらいあるんですよ。本当にあるんだなって思って、でもそんな変わんない気がするんですよ、別に。練習これを極めたから絶対もっと上手くなるとか、あんまない気がするね。ケンさんはどうですか？でも食べれると寝るはマジで重要だと思います。体を動かす時間、サッカーもいいし、バスケとかも好きだったんで、うん、何でもいいからスポーツを気が済むまで。やるみたいな、お前はマジで可能性あるから頑張れって、そこ入るぐらいの覚悟だったらプロしかなんだよっていうような逆にことを僕は多分主張したくて、そこの君たちプロになりたかったらサッカーを楽しんでエンジョイして、そこの君は